おはようございます。ディレクター申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。空腹です。一人暮らしだとさ、生活習慣がめちゃくちゃになってるんですよ。夜勤も相まって生活習慣が本当にボロボロです。不健康です、正直言うと。まあ平たく言うと不健康ですね。はい、まだ朝ごはん食ってないんですけど。終わったら外出しながら食うわ。夜勤のねパンあるから。不健康すぎるんだよな生活が。いつか急に不健康で倒れてるんじゃない。はい、というわけで不健康人間今日もやっていきたいと思います。行ってみよう。今回のチームなんですけど、まあいつぞやに見たらこちらのチームまたかよと思うんですけど、まあ、ちょっと待ってくださいと。はい、今から私のこのチームの HP を見てほしいんですよ。はい、まず3486です。はい、まあね、山団長のドラゴンチームなんで、もうとにかく HP が高い。はい。ここからです。いきます。このゲームの真髄。このゲームの真髄をお見せします。いきますよ。はい。HP4006! このゲームにはですね、モンスターのステータスとは別に、おしゃれ着っていうものが存在しまして、そのおしゃれ着をつけることによって、モンスターや真ん中、主にね、真ん中のモンスターだね、作用されてるのは。モンスター全員にも作用する場合はあるんですけど、その真ん中のモンスターとかにも作用するっていうおしゃれ着がありまして、これをつけることで、まあ、ステータスが変わったり、デメリットが起こったりします。はい。ただ、今回ですけども、まあ、そこまで言うんだったら、まあ、見てわかると思います。HP をめっちゃ上げました。HP4000 超えです。一応、ボストロールかトロルキングを踏まえれば、さらに HP の高い。HP の4000超えは、まあ可能なんですけど、やっぱりドラゴン系の方が打撃に硬いっていうこともあるし、まあ、ここはね、ちょっと耐久力もちゃんとある HP を高めました。急ぎか4000という化け物みたいな。下手な魔王より高いじゃねえかよ、もう。もう見てこれ3900。削り切られる気がせんな、もう。もう削り切られる気がしないもん。ああ、でも、ドラゴンゾンビ、吹っ飛んでったぞ。大丈夫か？打撃に硬いようにしたけどさ、呪文は相変わらずだぞ。まあ、ボストローと一緒みたいなもんよ。うわーん。でも HP まだ3200あるから。まだ HP 勝ってっから。まあ、正直、こんなのさ。いや、まあ、モンバットビクトリーで、だからあり得た話なんですけど、筐体だったらね、その HP あり得なかったんで。まあ、筐体でもね、HP3400 とかいう HP、ふざけたパーティーなかなかいなかったけどね。ルビスでしょ。ただ、まあ、このモンバットビクトリーにおいて、こんなに HP 層をつけてしまうと、一つとんでもないデメリットがありまして、逆転補正。まあ、逆転補正にかかるんですよ。こんなパーティー使ってると。敵のね、補正が素晴らしいことになっちゃうんで、HP 差が開いてると。逆転、このゲーム特有の逆転補正により。だからあんまいいことはない。ほら。なんでお前がすくむんだよ。なんでお前なんだよ、すくむのはんで。なんでお前がすくむんだよ。そう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 。多くの実況者が言うこの理不尽要素がね、容赦なく吹っかかります。もう。まあだから要するになんか初見殺し感がパないんですよ。おい、最大 HP4000 なのか、みたいなさ。まだ HP800 あるからこっち。さあ800ですよ。まだ勝ってっから大丈夫。余裕だわ。まあ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 。さあ、イオナズンとか食らってっけど大丈夫？敵の勇気溜まったりしないか？敵の勇気溜まったらこんなん HP4000 あるか何があるか。まあ大丈夫、溜まんね。溜まって大丈夫、大丈夫。このターンに向こうの勇気溜まらんわ。大丈夫。しかしまあ、俺たちの行動がなんとまあ遅いこと。これ、おしゃれ着がね、これもおしゃれ着の補正で、どれかわかんないんですけど、正直。どれかわかんないんですけど、素早さの低下補正が入ってますね、これ。攻略本とかゲーム情報では確認できないんですけど、おしゃれ着っていうのは特有のデメリットが発生しまして、例えばね、代表的な、かなり、有名なものとしては、ハンニャの面とかいう DLC コンテンツめちゃくちゃ強いのがあるんですけど、あれって、混乱にかかりやすくなったり、状態異常に弱くなったりするみたいですね。はい。さあ、ここはもうね、普通にビッグマンとかぶちかましていきましょうよ。で、あとは素早さ低下とか回避率低下とかは結構有名なやつですね。はい。で、このおしゃれ機は多分大体素早さが下がったり、賢さが下がったりしてるんで、まあ耐久がね、えらいことになってますよ。大丈夫だよ。ここで全員止まらん限りは勝てるよ。大丈夫、大丈夫。大丈夫だよね。
あえー、勝った、もう勝った。4000とかいう HP の暴力やめてよ。超絶的な暴力じゃん、 HP の。んなもう相手だ、こんな普通の対人にこんなんできたら嫌やもん俺。削り切る気がしないもん。おお、逆転補正回避したね。にしても結構じゃあ、揺らして電撃を放つ、いくぜー、メタルブレス発射、うおー。これはやばいパーティー来たか。というわけでバトルロードでも遊んでいこうと思います。狙うは大魔王撃破ですよ。この筐体で遊んでた頃って皆さんまあ思い出していただくといいんですけど、筐体で遊んでた頃っていうのは後ろに並ぶわけじゃないですか。後ろに並んでてまあ人のパーティー、前の人のパーティーってどんなんなんだろうってなったりするじゃないですか。こんなパーティー出てきたらびっくりするような。HP4000 のくこんなん出てきたらびっくりするわ。俺だってびっくりするもん。二度見すると思うわ、正直さ。前の人がやったらどんなパーティーやると思ったらさ、4006とかさ。なんだこれってなんじゃん。まあ正直でもね、あ、さよなら、430ぐらいくれます。見てください。ダーン、うわ、410。正直さ、もう3、あのね、正直ね、いろんな人のパーティーとか、正直ね、俺ね、見てるの好きなんだよね。これはモンバットだけじゃなくて、スキャバトとかでも言えてたんですけど、人のパーティーを見るのそこそこ好きなんですよ。どんなパーティー使ってんだろうって。まあ、スキャバトに関してはね、オリジナリティが基本的にないっていうのは残念なところなんですけど、基本的にはね、同じようなモンスターが並ぶのが、光景が見られるんですけど、モンバトだからできたことなんですけど、まあ、どんなパーティー使ってんだろう、どんな装備使ってんだろうと。4006のこのパーティーできたら俺はびっくりします。二度見するわ、あんなもん。もう完全に暴力だからな、ボンバスだからできることある。へぇー今度はどうだ、鋼の牙。にしてもこいつ会心とか出るはずなんだけどな。はい、よいしょ。会心出るはずなんだけど意外と出ないな。このドラゴンゾンビとメタルドラゴンは過去に話したことがあると思うんですけど、モンスターマスターのね、ダブル称号により HP がまあ暴力的に上がってます。はい。まあ多分テロップでポンって出してると思うんだけど、まあね、300超えて他の能力も増強されてるってすごいことだからね。デインどこに寄ったお前。デインどこに寄ったお前。正直ドラゴン系って基本的には HP 高い連中多いから、それがダブル称号で強化されてる、相当だよ。相当な初見殺しだよこのパーティー多分。ちゃんとキスコが入ってるあたりお気に入りですね。まあ、このキスコ別に正直ドラゴンライダーとかでもいいんだけどね。ここの枠は、ここの枠は別にキースドラゴンじゃなくてももっと HP 高いやついますんで、そこを変えるとね、 HP4300 ぐらいいくのかな、極限まで高めれば本当は。うん、まあ相手それは捨ててるけど。4300にしようとするとストローキングとか入ってくんねんもん。耐久力がさ、そう、結局 HP が高いのはわかるけど、耐久力もさ、ちゃんと損なってないとダメなんですよね。アルゴリザどこに女神言っとん。終わった、凍てつく風いきます。うふぅいや、もう決勝戦とは何なのかとね、問いたくなるような HP を誇ってるんですけど。まだ3546あるから余裕ですよ。そんなん言えるゲームなかなかないわ。まあ、これまで HP にね、身を任せてご利用していきたいと思いますので、よろしくお願いします。いくら食らおうがですよ。余裕余裕。いくぜー。電撃を取って、ブレス、発射、発射ー、弱点取ってー。いいねー。もう勇気ためずにいきます。魔王戦争やって勇気ためずにいきます。あ、大丈夫これ、メタルドラゴンが。いや、大丈夫。大丈夫、メタルドラゴン食らわねえわ。てか。余裕余裕。もうね、HP でゴリ押すよ。そこら辺の実況者がさ、モンバトの実況者がこれ見たらびっくりするの。あー、ここで出た。ね、モンバト実況者さんね、時々この今の時期でもさ、エゴさしたら、いろんな方が見えるんですよ。あー、見えるんですよ。その中でこのパーティーをね、ふと見た時にどんなことを言ってくれるんだろうな。このパーティーを作れるのは多分仕様理解してないとできないから、多分今の時期は俺しかいないです。多分俺しかいないでしょ、こんなパーティー作れるの。こんなバカみたいなパーティー作るの。いや、これ唯一無二性がモンバスの面白いところ。はい。いくぜ、ドラゴンゾンビ。もう一回、うん、結構出るな。能力でゴリ押してんな。さあ、キスコ。今度はどうだ、
まあ別にもうこのターンに適当に当てれば、もうあとはビッグバンで締めて終わりですよ。まあギガスラッシュもういいね。てか、おいおい、2910あります、HP まだ。まだ HP 2600あります。頭おかしいでしょ、こんな。タンクにも程があるでしょ。余裕余裕。余裕余裕。軽い軽い。さあ、メタルブレスを打っていく。いいぜ、ブレス発射。雷ブレスってよく考えたらメタドラしか使えないんだよな。貴重だわ。さあ、ラストいきますよ。もう何でもいいわ。何でもいい。いくぜ、ミラクルソード。ふわーっ。いけ。これ魔王戦いけんのかな。でも、あ、やばい、やばいぞこれ。さっきさ、メタルハンターとキラーマシンズ確かに倒したけどさ、無念話に来なくてもいいんじゃない？ちょっと、スーパーキラーマシン何も悪くないのに、ああ、3341。あんまりだわ。あんまりだよ。魔王戦でよかったじゃん。そんな、かわいそうだよ、いくらなんでもこれじゃ。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。こうなったら無理やり自分で魔王を呼ぶしかないと。はい。なので大魔王カードをスキャンしました。はい。何をスキャンしたかは、まあ皆さん予想してください。魔性の道化師から入るか。悲しいな。魔王戦か。いいだろう。4600か。いいだろう。いや、相手にとって不足はねえ。ちょっとだけ俺個人的に都合が悪いんですけど。ドルマゲスって火力があんまりないんですよ、魔王としては。ただ、耐久属性耐性とか優秀だし、呪いのランブとかで、相手に呪いを浴びせるっていう、いわばね、耐久型の魔王なんですよ。個人的に言うと。そんなのが来てしまうと、あ、そう、こういうこと、こういうこと。こうなっちゃうと、めちゃくちゃ厳しくて。だから、結構都合が悪いやつです、正直。このタイプパーティーに立って。ナイス！いいね、メタルブレスやっぱ弱点取ってくね。そうだな。状態異常で止めてくる絡め手が多いんで、まあ、どっちかというと削り切られるってことだより、倒しきれない、勇気を溜めきれない方が怖いんですよね。もうこんな余裕ですよ。マネチピ3000あるから。いけ、キスコ、回れ、行くぜー。おー、なー、よく当てたねー。よしよしよし。とりあえずね、もうやることはただ一つ。敵の攻撃を全部耐えて、光の玉で勇気溜めて、止めて撃破します。基本的にはそうなるわな。行くぜ、メタルドラゴン。あ、行け、オッケー。まとまって350出るのはでかいよ。さあ、問題はね、光の玉で勇気貯めて、凍てつ稼働とかされなければって感じ。おい、ナイス、ドラゴンゾンビナイスよ。てか、なんでお前が会心出してんの。なんでお前が会心出してんの。なんか、会心出るイメージないやつが会心出してんな、骨の飴。まあまあ、余裕、余裕。まね2400あります。HP に余裕がありすぎ、HP に余裕がありすぎるんだよ。いいよいいよ。光の玉使っちゃう？光の玉使っちゃいましょう。光の玉このターン使って、あわよくはこのターンに勇気貯めて、まあ次のターンとかに溜まるかな。こう、こういって使う動画、怖いんだよな。まあ素早さは遅めな方なんで、こう、こういって使う動画される可能性は危険、ねえ、低いとはいえ、まあこうやっていっちゃうからね、みんな。こうやってみんな行っちゃうもんね。なあ、いいよいいよ。さあ、あ、でもこのターン、いてつかでも勝っちゃう。あー、でも勝ったね。勇気今溜まってますんで、もう。あ、それはさよなら。それはさよならです。あ、大丈夫だった。珍しいな。もう勇気溜まったんで、もう勝ちです。HP2000 以上残して勝利です。余裕ですね。はい、来たー、メタダージュン。ね、勝つ瞬間にさ、ボコスが返しに出す。やめえ。安心。ノープレッシャーに強すぎるんだよ、君たち。なんだったら HP さ、返しました、最後の最後で。悲しいなぁ。いくぜ、おらぁ。さあ、まあ、とりあえずこのパーティーの強さは証明できたな。これだけあれば、大魔王の攻撃をしのぐことも可能なんじゃないかと。はい。強烈な攻撃をしのぐことも余裕なんじゃないかと私は考えております。
相手がガーディスの攻撃ね、相手がガーディスだろうと勝てるんじゃねえかなこいつら。いこいつマジで攻撃やべえんだよな。デッドリークロとかやべえんだよな。デッドリークロとかの破壊力はマジでやばいからね。まあそんな中ね、挑もうと思いますよ。いや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 、攻撃は大丈夫。どっちかといえば怖いのはね、わざとガイスラッシュとか、そうそう、そういう技に含まれる、行動不能系、麻痺とか、そういう系が怖いだけなんですよ。攻撃は大丈夫だろ？にょーまだだ止まらない。余裕、まだ、まだ HP3000 あります。まあ一発、まあ、こいつらは回避には全く期待できないんで、基本的に、基本的にはね、もう、この自慢の耐久力で受けていくっていう感じですね。ただ問題は削りきれるかどうかですよ。あ、320、キスコナイス、やっぱり。いいよ、いい打点出るよ。とりあえず、会心狙っていきたいな。ガーディスも基本的にはかなり硬い魔王だから。おら！あー、きつい。まあでも、まあ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 。260出てんなら、さっきみたいにクソ外しをあんましなければ、勝機は十分あるね。さあ、ここからです。基本的にやることは一緒です、こちらは。こちらやることは一緒。敵の動き次第ではあるんですけど、まあ、攻撃はなんとか耐えれそうだね、まだ。あと2発は余裕で耐えるね、攻撃。攻撃あと2発は余裕で耐えるってすごいぞ。ガーディスの攻撃2発耐えるってすごいぞ、まだ。余裕、来い！おいー、オッケーオッケー、ラッキーラッキー。いいよ、いいよ。いい流れ来てるよ、これ。イテハはかなりラッキーですよ。このターンに。さあ、3ターン目、次にね、恐ろしい攻撃が来るんですけど。まあ、もう、このパーティーは耐えようと思います。強引にねやったいいよいいよ、マジでいい感じいい感じいい感じ、あるあるある、大暴力このパーティー、これはいけるのでは。うわ来た、デッドリクロ、マジで威力高いからね、これ。これをね、どんぐらいに抑えれるかですよ。まあでも1800ぐらい残して耐えないか。さあどうだ、デッドリクロ来るぞ。んー、いやー、うわーやばいな、やっぱデッドリークロー。打撃に耐性持ってるこいつらでデッドリークローこんな食らうんだもんな。やばいな、君たち、やっぱ。まあでも大丈夫、大丈夫。大丈夫、余裕あるよ。だいぶ、だいぶまだ余裕あります、大丈夫。OK、大丈夫、しっかり当てて食らえば大丈夫だよ。次のターンに、どうしようかな、賢者の石とかルビスの、いや、賢者の石の方がいいかもしれない。賢者の石使おうかな。はい、大丈夫かな、怪しくなってきたよ。怪しくなってきましたよ。ここキスコ当てないのはつらいな。今のキスコ当ててたら300打点出とったけれ、ちょっと怪しくなってきましたよ。ここで賢者の石使います。さあヒットポイント回復して、さらに450上乗せですよ。でこのターンに、当てろ、よし、しっかり当てれば大丈夫だよ。さあキスコ、これ当てれば、いや回るんかい。当てれば安泰です。よし、当てたね、当てたね、よしよしよし。さあこのターン、あ、イデハラッキーか、ラッキーなのか、ラッキーなのか、これどうなんだ、わかんないわかんない、全然わからない。このターンに勇気がたまんなくなったから、いや攻撃の方がありがたかったんじゃないか、これ。5ターン目次イデハだったらほぼ負けですね。ちなみに5ターン目次向こうがイテハを高校で打ってきた場合、負けです。だからこのターンね、こちらのパーティーが遅いから、イテハを先手で打ってくれならいいんだけど、あ、どうだ、うわ、来たー。やばい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 。いや、1900。こちらのスピード1979あります。耐えるでしょう、ここ耐えたら勝ち。いや、で、こいつのドルマは強いよ。大丈夫かな。いやー、もっとやった、勝った強引すぎだろ、HP。HP が強引すぎるだろ。もう勝った、勝った、勝った、勝った。はい、勝ち。ボンマスの神髄ですよ。これあれですよ。おしゃれ着がなかったら耐えてませんよ、この HP は。おしゃれ着なかったら耐えてないからね。やった。ボンマスの神髄見せましたよ。やだ、こんな神髄やだよ、俺。勝った。すげえなこれ、雑すぎるけど強さはある。ガーディス、お前が出せなかったぞ、今ここに呼び戻してやろう、行くぜ、死者の御霊を今ここに、お坊者たちの怨念集え、行くぜ、おらー。
これは雑すぎるパーティーだな。よし、勝った。モンマスで勝った。動画内で勝つの珍しいな、この手のもの。やったやっぱドラゴン3体大魔王キラーだなやっぱドラゴンっちゅうのは大魔王キラーなんだな。よくわかりました。はい、というわけで、今回こんな雑みたいなパーティー作りましたが、おしゃれ着補正込みになるんで、実際問題の HP は3400ぐらいですね。はい。で、このキースドラゴンの枠とかをドラゴンライダーに変えたり、ドラゴンゾンビの枠をトロールキングに変えて HP の上がるマスターダブルスキャンを施すことによって、もうちょっと HP が上がって4300ぐらいになるんですけども、まあ、今回はね、打撃の耐性とかが考えてこのパーティーになりました。はい。結構ね、このね、ドラゴンパーティーとかで、ね、HP、高 HP 組むと初見殺しになるんで、よろしければね、チャレンジしてみてください。というわけで今回はこれぐらい終わりたいと思います。お疲れ様でした。